くら寿司で年間250万倍販売の人気メニューイベリコ豚丼がちょっと変わりました回転寿司チェーン無天蔵寿司では年間250万杯を販売したイベリコ豚丼をリニューアルし3月13日より全国の蔵寿司店舗で販売開始1杯432円とのことイベリコ豚の中でも最高ランクのベジョータを使用した丼ぶりメニューイベリコ豚丼 特製ダれに漬け込んだベジョータのバラ肉をご飯の上にのせ、目に半熟卵をトッピングし、仕上げはアナゴエキスの入ったタレ。肉の脂が甘く、さっぱりと楽しめると、特に女性客から好評だそう。今回のリニューアルでは、新たに玉ねぎを使用。ベジョータの良質な脂身に甘みのある玉ねぎと、アナゴエキスの入ったタレが絡み合い、絶妙にマッチする肉丼に仕上げているという。 牛丼に玉ねぎが欠かせないように豚丼にも玉ねぎが相性がいいのでしょう寿司チェーンでありながらヒットを飛ばす丼メニューのイベリコ豚丼玉ねぎ入りのの味わいたいですねああこれはぜひ食べてみたいですただ寿司屋に入って大好きな寿司を横目にイベリコ豚丼を注文できるかそこが問題だ